はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームのフォローチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、むちゃくちゃふざけんなーっていうような。そんなお話なんですけど、こちらですね。ガラスさんのツイートで秘宝中国人さん、福島の飲食店にいたでん。爆撃を開始っていうことで、中国人の明白な人たちが日本の福島の飲食店にめちゃめちゃいたずら電話してるみたいなんですよね。計1000件とか1店舗で1分に1度とか。むちゃくちゃな量のいたずら電話が中国からされてるんですよね。まあ、その中国人。 やり方がやべえぞっていう話と、まあ、逆にですね日本の飲食店では中国人を撃退するそんな方法がめちゃめちゃすげえって起点効くなーっていうことで話題にもなってるんでその件についてもね見ていこうかなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでこちらのツイートですね中国人さん福島の飲食店にイター電爆撃を開始原発の 処理水海洋放出を受け福島の飲食店等に処理水や核という言葉を用いた中国語のいたずら電話が殺到取材先では1分に1度計1000件の被害 着信拒否をしても100種類の番号から家電電話線抜いて対策も客の注文が取れず売上げに影響だっていうことで普通に営業している飲食店がめちゃめちゃ被害を受けてるわけなんですよねでその理由っていうのはここなんですけどね原発の処理水海洋放出だっていう話なんですけどまあこれニュースでも報道されてると思うんですけど一応ね記事見ておくとこちらですね福島第一原発の処理水海洋放出始まるっていう話で東京で 電力は24日午後1時ごろ東京電力福島第一原発に溜まる処理水を太平洋に放出する作業を開始したと発表した東京電力はこの日海曜放出時の遠隔操作室の様子を報道陣向けにライブ中継 海水輸送ポンプ付近のバルブが開く様子などを公開した福島第一原発では2011年3月の東日本大震災以降原子炉の冷却に使用された134万立方メートルの水が処理され 貯められてきたこれまでに1000基以上のタンクが満杯になっている日本政府は22日処理水の放出作業を24日にも開始すると決定これを受けて東電は処理水を海水で希釈する作業を始めていたと。 福島第一原発の処理水を太平洋に流すよーっていう話なんですよね。も,うもちろんこの処理水っていうのはちゃんと処理した水なんですけどね。放出完了には30年程度という長期間が見込まれている。最初となる今回の放出は7800トンの処理水を海水で薄めた上で17日間の予定で連続して行う方針。今年度の放出量は約3万1200トンを予定しているというとめちゃめちゃすごい量だね。で日本政府は2021年4月に 海洋放出計画を発表国際原子力機関 IAEA、e、は2年にわたる評価の末今年7月に計画を承認したということで、まあ、要するに世界も認めた上で。 この処理を流しかし原発周辺に住む住民や近隣のアジア太平洋諸国の一部からは海洋汚染や風評被害への懸念の声が上がっておりなおも物議を醸しているということで、まあ、こういうふうに、ね、周りの国から「おいふざけんなよ日本何流してんだよ」って反感を買って で、こんな風にね、いたずら電話がめちゃめちゃ来てるぞっていう話なんですよね。この頭に86ってつくのが国際電話の中国からの電話だっていうことになるみたいなんですけども、86何番とか、そんなの番号ばっかりかかってきてるみたいなんですよね。そして出たら中国語で相手が喋るとで、処理水だとか核だとか、そういう言葉を使って喋ってくるぞっていうことみたいなんですよ。で、なんでこんなことになってるかっていうとこちらの記事にはね、専門家の人が言ってるんですけど、 下の方に、えー、こうした事態を受けて北京の日本大使館は中国の SNS でいたずら電話は犯罪行為だと投稿ししっかり中国のね日本大使館も発信してるんですよそれアウトだぞって外務省も在日中国大使館のヨウ自責行使に対して極めて遺憾と申し入れを行ったしかし中国事情に詳しい評論家の石平氏は中国政府が極めて悪質な情報操作をして率先して先導しているからいくら申し入れ ても意味がないと指摘すると、もうこの評論家のね石原氏が言うには、もう中国 Z でもうそういう風な悪質な情報操作をしてるぞーっていう風に言われてるんですよね。まあ、だから中国人が日本の福島の飲食店に対してふざけんなって色々い,い,いたずら電話をしてると無茶苦茶だよねこの構図。でもちろん現場も困っててですね、中国から片言の言葉や脅迫や嫌がらせ迷惑電話がかかってくる福島県の旅館おかみ。検査して世界 安全な食材が福島には流通しているそんなことを言われたくないと全くもってその通りですっていうことで現場の人もこう言ってるわけなんですよね、えー、世界一安全だというふうに検査されてるぞとなんでそんな文句言われないといけないんだって言ってるんですよねまあ全くその通りかなと思いますこちらもいいねさせていただきますね,ね東日本大震災からめちゃめちゃ順を追ってここまで来てるのにふざけんなって感じですよねでこういういたずら電話に逆にねえっ、ー 警備局の人が電話で突撃してくれてた,たりするんですよね。まあこれはスクショなんですけど、相手は中国人なわけですよね。中国人に対していろいろ聞いてるわけですよね。まあ、中国語で。何のために日本のラーメン店に電話したんだって。核汚染水を使ってラーメンを作ってほしくてって。 もうネタにしてめちゃめちゃ悪口をね言ってるわけですよね。まあ、単純ないたずら電話なんですよ。ふざけんなよなって感じがするんですけど、ちなみにこの人仕事何してんだって聞いたら無職だって言って、今いくつなんだって聞いたら23歳だって、23歳の無職がこんなむちゃくちゃないたずら電話をしてきてるわけですよね。で、こんなことするのは何でなのって聞いたら、自分の気がすっきりするからって。 もうマジでひどすぎるよね、なんたこいつらーって感じがするんですけど、他にもこんな話とかもあるんですよね、中国から電話突,を、えー、突撃をする怒りで電話というより、ピンポンダッシュ感覚で一言言ってやる祭り、綺麗なら自分で飲んでみろとかって言って、中国人の人たちがね、まあ、さっきの23歳の若者みたいな感じで、えー、こんな感じでね、いたずら電話をするとこを、えー、SNS に投稿とかしてるみたいなんですよね。 まこれがが遊びになってたたりだとかいたずらがねあとはもうこれを投稿して、まあ、再生数稼ごうとしてたりだとかもうふざけんなよみたいなねそんなことをやってるわけなんですよねマジで意味わかんないよね電話突つ祭りとかはマジくだらん中国人の民度の低さがよくわかるってこれほんとひどすぎだろって感じがしますねこちらをいいねさせていただきますねまあいたずら電話をしようっていう気持ちもよくわかんないですしそれを SNS とかに上げようとか理解できない領域の民度なんですよねマジゃ あべーじゃんっていう話なんですけど、そんな中、こんないたずらとか、むちゃくちゃなことしてくる中国人に対して、逆にね、機転を利かして撃退してるぞーって飲食店が見つかるんですよね。それがむちゃくちゃ話題になってるんですけど、わ、アロタ、新宿の店だそうですーっていうことで、まあ、こんな写真が話題になってるんですけど、8.3万いいねとか、541万表示とかされてて、すっごい話題になってるんですけど、こちらですね、看板に、中国人へ、 当店の食材は全て福島県産です生は350円ですよって看板をね書いてるんですよねまあ、こう書くことによって逆に中国人を威嚇して撃退してるぞーっていうようなねそんな飲食店が見つかるんですよねなるほどそうすれば変な中国人来なくて済むぞーっていう風なそういう使い方になってるわけなんですよ こうした堂々とした飲食店の看板がめっちゃ話題になってるんですよね。すげえ、確かにそうやったら変な中国人来なくなるーってなると思うんですけど、ネットの意見もね、見ていこうと思います。こちらね、私たちは福島を応援している科学的根拠に基づいた賢明な判断ができない人は来なくていい。そういうメッセージにも受け取れますね。まあ中国人どうのこうのっていうよりも,もうの、この原発処理水の話とか、科学的根拠をちゃんとね、判断できない人は来なくていい。そういう風にも取れますよね。 ね、うんとか他には「これはバカな日本人よけにもなるな」っていうことで変なやつが来なくなるって中国人だけじゃねえぞーっていうような例ことも言われてたりとか他にはこちらとかね「中国人お断りと書いていないところが好感度高いです科学的判断できる中国人を排除しないとちゃんと良識ある人は別にいいよっていう例はそういう風にも感じられますからねこちらもいいねさせていただきますねとか他には「すごいこれはとある半島系も嫌がって来なくなるから」 営業妨害では客が来ない店として売り上げ上昇しそうってこの際福島県で福島県食材を利用していますステッカーを配布したらどうだろうかってもうこれをもう福島県で流行らせたなーっていうようなねそんな意見とかもありますよねとか他にはこれは素晴らしい取り組みですこれでマナーの悪い連中が来なくなればみんなが気分よく食事できるようになるかとっていやほんとそうだよね 変なやつが来なくなるって、魔よけみたいだね、効果がね、この看板には出ますからね、とか、他には中国の方へではなく、中国人へとなっているあたりに、日本の誇りと中国への怒りを感じますって、こういう状況だから、日本はいろいろ頑張ってきた結果、海洋放出とか、そういうこともね、進んできたんだよと、そういう日本の誇りと、逆に中国のね、そういういたずらとか、ふざけんなよっていう怒りを感じますね、って、そんな意見もあったりします。こちらもいいね、させていただきますね。 ということで、今回は飲食店に中国からのいたずら電話がやばすぎるって、それを起点聞かせて、うまいことね、撃退してる店も現れてしまうっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。